デルビー・デッド・ストレットは、イタリアのサッカークラブ、ACR ・メッシーナと、レッジーナ1914の対戦に使われる、故障である。両クラブが本拠を置くメッシーナとレッジョ・ディ・カラブリアは、メッシーナ海峡を挟んで対峙する大都市である。日本では、海峡、ダービーと訳される。メッシーナ海峡を隔てて対峙する、両都市のクラブの間で、 ダービーマッチとみなされるような対戦が初めて行われたのがいつかには諸説ある。1920年代、メッシーナとレッジオディカラブリアにはいくつかのサッカークラブが存在しており、それらのクラブがトーナメント戦の中で対戦することはあった。和やかな試合であることもあれば、そうでないこともあった。最初のデルビーでロストレットとみなされるものの一つは、1924年4月に、 セコンダリビジオーネで対戦したメッシーナの US ペローロとレッジオ FC の顔合わせである。メッシーナのエンツォ・ジェラーチで行われたこの試合は2対1で US ペローロが勝利した。同年4月14日、レッジオ・カラブリアのランテルナ・ロッサに舞台を移して第2戦が行われ3対2でレッジオ FC が勝利した。九百三十年代半ばから四十年代半ばに かけては長らく、メッシーナとレッジオカラブリアのクラブによる対戦が、地域トーナメントでの試合にとどまる時期が続いている。ただし、1938から39シーズンにおいては、セリエ C での対戦のほか、コッパイタリアでの対決が実現した。セリエ B での顔合わせは1965から66シーズンに実現し、1965年10月17日に、 初対戦が行われた。この一戦を含め、1960年代には、セリエ B、コッパイタリアを合わせて6試合が開催された。続く70年代には、セリエ C、コッパイタリアで同じく6試合があった。1980年代後半から90年代前半、ダービーの舞台は再びセリエ B に戻った。セリエ A での初対戦は2004年10月31日に実現し、 メッシーナが2対1で勝利した。2000年代、両者はセリエ A 残留をかけた試合で2度対決している。2006年4月30日の試合は3対0で、レッチーナが勝利し、メッシーナのセリエ B 降格が決定した。翌2007年4月18日にもセリエ A 残留をかけた試合が行われ、レッチーナが3対1で、再び勝利を収めて、メッシーナが、 セリエ B に陥落した。この2007年4月18日の試合が2017年時点で最後のダービーマッチとなっている。ありがとうございます。